あ、ありますよね、それそれそれみたいなね、そこを過去で絶対に探るということです。で、でそこで、まあ、打ち解けですよね。最初の、要はその最初はね、初対面ですから、なんかちょっと2人ともね、緊張してるというか、ちょっと恐る恐るね、こうなんかジャブを打ってるような感じなわけですよ。でそこで、まあ、和らげて、ちょっとね、壁をなくします。壁をなくした後は次、現在ですね。現在、ああ、そうなんですね、あ、いや、いろいろ趣味があってよかったですね。で、今は何をやられてるんですかって、今の仕事は聞いたと思いますね。聞いたと思うんですの、聞いたと思うので、仕事ではなくて、仕事以外に今はどういうライフスタイルなのかとか、なんか勉強してることあるのかとか、あとは彼女がいるのかとか、まあね、あんま聞いちゃいけない人もいると思いますけども、あとは、ね、今どこに住んでいるのかとか、今どんな仕事をしてて、その仕事のつらみ、仕事をね、もう少し深掘りしていくとかね、ああそうなんです、今のね、仕事、まあ建築業だと思いますけども、結構大変じゃないですか、何時間ぐらい働かれるんですかとかね、聞いたりとかね、するわけです。で、今の趣味とかね、この時にやっていた趣味が今やってるかとかね、そういうのを聞いていきます。で、その流れで普通にここはいけると思いますね、うん、今ね、どういうふうにして、あ、そうなんですね、なるほど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 、で今後ね、なんかどうしていきたいんですかとか言って、これからビジネスやっていきたいんですか、それとも今現在ビジネスでやってるんですか、それとも、なんか夢があるのですかと、なんかやりたいことがあるんですかみたいなね、そういう話を聞いてきます。で、それを語っていただく、何にもない人は何にもない時あると思います。でも逆に何にもない人の方、まあ、何にもない人の方がどっちかというと、まあセールスしやすいかなっていう部分はありますね。まあコンサルティングを売るわけです。要は物販で、稼いでコンサルタントになりましょうっていう、僕と同じ商品を自分で作って売っていくわけです。なので、要はですね、起業したいとか、稼いでみたいとか、あと社長になってみたいとか、そういう方をターゲットにするわけです。なので今ビジネスすでにしているって方はあんまりターゲットではないわけですね。で、その本当ですね、もう今回簡単に2パターンに分けますね、お客さん像。お客様像です、2パターン。ビジネスしてない、ビジネスしてる、大体このパターン、2つのパターンがあります。お客さん、来るお客さんね、うん、で比較的こっちはもうそんなにね、頑張ってセールしなくても大体こう制約する可能性非常に高いです。ビジネスしてなくて、会いに来てくれるってことはもう意識も高いし、いろいろ頑張っていろいろね、なんか情報収集してる最中の人だってってことが多い。そういう人っていうのはほとんどもかなりの確率で決まります。で、ビジネスしてるっていう方に関しては、この中でもね、2つパターンがあるんですけど、していて、うまくいってないパターン、うまくいっているパターンがあります。で、うまくいっていない、ビジネスはしているけど取り組んでいるけどうまくいっていない人は見込みがありますので、頑張ってセールスをしましょう。で、うまくいっている方、すでにそういう人もたまに来ちゃいますね。でもこの辺はもう SNS のメッセージの時点でもうね、こういう人は弾きます、こういう人は弾いて、もう見込み客っていうか見込みのお客様だけ会うようにすると、ここは省けますんで大丈夫です。逆にメンタルちょっとね弱い方とかは、こういう人たちにいっぱい会いすぎると全然売れなくて、ちょっと気持ちが萎えてしまうわけがありますので、最初ここをね避けていった方がいいと思います。で、うまくなってくればね、
この辺とこの辺とかもうまくセールスできるようになったってくるんですけども、はじめはですね、ビジネスをしていなかったり、もしくはしているけどうまくいってない方を対象にすると非常にやりやすいですね、うん、でちょっと話を戻しますけども、まあ要はですね、この辺のねパターンの人が来ているわけです。そういう風なイメージでやってくださいね。すでにビジネスしててかっちりね、なんかもうスーツ着て営業マンですみたいな人が来たらね、これは無理ですよ、ぶっちゃけ。その辺の線引きはあります。やっぱりまだセールスとかやったことない人っていうのはその辺の人にわからないかもしれませんけども、大体このね、4パターンの人が、あ、3パターンの人がいらっしゃいますので、基本的にここなので安心してください。あなたよりも知識がない人です、基本的には。だから安心してください。ある人がいたら最初もうしょうがないです。そこは販売できないのはしょうがないです、最初から、ということを前提でイメージしてきていただきたいですね。で、未来を聞きます。で、これは相手です。相手で、ここまでにね、自分のことを何も聞かれなかった場合、ここで初めて、自分のことを話していきます。これもですね、同じです。過去、現在、未来、同じです。で、所要時間はだいたい2時間。2時間です。だいたいこの相手の過去、現在、未来でね、こう自分の共通点をお互い話し合って、で、自分のお話し合ったらだいたい1時間ぐらい経ちます。ここで1時間。ここで1時間経過しています。あとの1時間でセールスをかけるってことです。で、これ自然なのが自然に続くですよね。ここで終わったと。で、聞いてきたら自分の話、聞いてこなかったら、いや僕はねって言って自分で強制的にこっちに流してください。で、過去、現在、未来に行きます。で、その後ですね、で、自分の未来をね、こういうビジョンがあって、こういうことをね、やっているんだと。で、私はコンサルティング、私今コンサルティングやってますと。で、僕もね、何か、ね、やらなければいけないこともあって、何かやりたいなと思っていたけど、結果が出なかった時、苦しい時があったと、ね、だから今は、ね、僕が今結果が出たその物販のノウハウ でコンサルとしてね、独立するっていう方法を今僕は教えてるんだと。これをね、多くの人に教えてあげたいと思って今のビジネスをやっている。ビジネスをやっているのだっていう流れに持っていくんです。そう。で、要はね、ビジネスしてない、うまくいってない方たちですから、ああそうなんですね、なるほどと、素晴らしいと、で、なりますよね。で、内容を説明させていただきますとってここで入るわけです。で、最後の1時間をセールスに使ってください。1時間セールス。で、まあ自分で作った資料のね、ランニングページのページ見せてもいいし、自分で作ったね、PDF の資料見せてもいいし、紙にね、コピーしたやつ見せてもいいし、そこでそういうふうにいろいろセールスしていくわけですね。こういうふうにいいんだよ、こういうふうにいいんだよ、まあ、こうでこう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 でいいんだよって。でね、僕と同じコンテンツを販売してもらうわけですから、間違いなく成約します。素晴らしい。
あのコンテンツのね量だしカリキュラムですので、このカリキュラムを真似していただいて結構ですので、このカリキュラムでセールスしていただければ商品は間違いないので、あの買う人は買っていただける方は買っていただけます。うん、あまりね難しく考えないようにしていただきたいです。はい、でセールスについて学ぶということですけれども、まとめますが、所要時間は2時間です。でまず最初にお客様と会ってね、あのセールスしていくわけですけども、セールスっていうのはそもそもお客様の悩みを解決するものです。で、ね、確かにお客様の悩みを解決するものを僕は持っていてね、相手がもうそれを本当に、ね、心の底で求めていたとしても、お客様は自分から欲しいですなんて言ってきません。 100%、ね、いないですよね、そういう方。いきなり道を歩いてて隣に座った人が、僕成功したいんですけどノウハウ教えてもらえませんか、30万払うんだって言ってこないですよね言ってこないので、あの潜在に、ね、持っている意識を引き出してあげて背中を押してあげるっていうのがセールスだよっていう概念を覚えていただきます。ね、これは対面じゃなくても同じですよ。ね、最終的にあなたがあのコンテンツホルダーになってね、あのイーホプレーヤーになったり、これからねプロダクトローンチをやってね数億円稼ぐプレーヤーになったりとか、あとは法人契約を取って月に、ね、100万円とかね200万円とかもう一撃でね振り込まれるようになったりとかした時でも同じなんです。全てはこれをネット上でやってるだけです。これをネット上でやっているか、これを企業様にやっているかとかね、全て同じです。これ概念は。なんかこの概念非常に大事なんで、完全に理解してほしいです。マーケティングも同じですよ。セールスレターを作って、ネット上で販売するのも全部同じです。お客様の悩みを解決するためにそれを作り、お客様の背中を押してあげることがランディングページの役目ですよね。なんか全て繋がってくるんです。最終的には。だから、リアルでね、売りたくねえよとか、セールスしたくねえと思うかもしれませんけども、これを確実にマスターしてほしいです。この概念をね。うん、そして実践してほしいです。うん、早めにね、セールスの段階を繰り上げてもいいですけども、必ず実践していただきたいと思います。はい、で、こうですね、お客様の悩みを解決するために背中を押してあげるのがセールスですよって。でね、ノウハウです。ノウハウは過去、現在、未来を相手から聞き出す。最初は全部聞き出してください。いきなり聞かれたらもういいですよ。順番は逆になってもいいです。別にそれはしょうがない。ここら辺はしょうがないですね。混同するのはあのお客さんも人形じゃないですから、あの一定の質問で、ね、してくるわけじゃないですから、もちろんね右往左往それはね、あの何回かやってればもちろんあの平気になりますんで、まずは過去現在未来、自分の過去現在未来、お客様の過去現在未来、こうね複合して共通点を必ず見つけると。で一回盛り上がって親近感をつく。セールスはね、セールスっていうか商品を販売してそれを買っていただくっていうのは、信頼関係なんですね。やっぱり信頼関係なので、信頼関係をここで作るっていうイメージです。自分との共通点を作り、信頼を得る。っていうのがメインの目標です。ただ信頼を得てもらう。信頼を得てもらったときに、ところで、僕はこういう思いでビジネスをやっていると。なので、こういう商品がありますので、ぜひいかがでしょうか。っていう流れです。で、最後にもう一つだけ重要な話をしますね。悩んでいたり、ね、最後こう背中を押してあげるという部分ですね。もちろんセールスも背中を押す、セールスということ自体が背中を押してあげることなんですけども、すごいねワンポイントだね、あの背中を押す言葉があります。これですね。僕もねこの一言を覚えただけでかなり変わりました。全然売れない時から、最後ねセールスしてちょっと沈黙が続いたり、どうでしょうね、どうですかとかね、いかがですかじゃないんですね。それじゃなくてやりましょう
稼がせてあげます、はい、やりましょう、僕に任せてください、この一言が非常に大事です、うん、でそれでもね返事しない無言っていうのはあるんですよ。ちょっとね今追加で伝えたくなってしまいましたのでプラスしますけども、やりましょう言った後沈黙とか無言だった場合でも大体なりますね、あのやりましょうって言ったら、うん、はいぐらいで終わっちゃうんです。それでは お支払いは支払いは一括でいいですかって聞きます、うん、そしたらさすがにこっち質問してるわけですから何か返してきますね。何か返してきたらお支払い一括でいいですかって言って、あいや、分割でお願いしたいんですけどもって帰ってくるか、ここでんちょっとね、まだちょっと考えたいんで家帰ってからもう一回考えたいですっていう方もいらっしゃると思います。で、まあそういう方には今ね決断して、ね、いただいた方があなたのためになりますとかね、そういうセールストークを使ってほしいんですけども、そこはまた別のねところでまた詳しくお話しさせていただきたいなと思いますけども、ざっくりね、やりましょうって言ってってなるわけです。その後にじゃあお支払いは一括でいいですかって言って、あはいじゃあ分割でお願いしたいんですけどどうすればいいですかってなったらもう話は早いですよね。クレジットであれば分割できますと、分割もできますし、現金であれば現金分割でもできますよ、まあ、それはね自分の差し加減でいいです。そういう風にしていくと、ここで一気にその背中を押してあげるっていう行為になります。これをやらないで最後ね、どうですかとか、いりますかとか、なんかいかがでしょうかとか言うと一気に、ね、制約率下がってしまいます。ここで最後もう一押し、うん、やりましょう、大丈夫です、僕がなんとかしてあげますっていう最後でやりましょう、ね、だったらお支払い一括でいいですかとか、今ね全額お支払いできますかすぐにとか、いつから始められますかとかね、ここで切り口をね、いくわけです。そうすると、あじゃあちょっと次給料入ってからでもいいですかとか、クレジットカード払いでいいですかとか、クレジットカードをね分割するのでどうしたらいいんですかとか、あとはクレジットカードってまあペイパル使えばいいんですけど、こっちはねペイパルで決済してあげて、あのペイパルでね例えば25万円だったら25万円一括で僕に入るんですね、クレジットカードって。ただ消費者っていうかね、おしゃ払っていただいた方が分割にするためにはそのクレジットカード会社に電話して、すいません分割にしたいんですけども、この前ね決済した25万円を5分割にしたいんですが、10分割とかね24分割とかっていうのは自分で決められるんで、それも説明してあげるとすごいいいです。そういう感じですね。なんか最後まとめって感じな、まとめようと思ったんですけども、ちょっといろいろな話したいこと増えてしまいましたので、ちょっと長引いてしまいましたが、まあ、ね、セールスとはこういうことですね。で、ノウハウ、過去現在未来で共通点を作って信頼を得るんです。信頼を得る1時間でね。で、次はだから私はこのビジネスをやっているんです。で、次、セールスですね。最後、なるほどなるほど、ああ確かにいい商品だなって、なんかちょっと顔見てればね分かるんです大体。ああってなってたら、じゃあやりましょうと、最後の一声です。お支払い一括でいいですか、いつから始められますか、すぐやりましょう、大丈夫です。でこの時の言葉、目線、視線っていうのが非常に大事ですね。ここで確信の顔をしてたら、ああなんかなんとかしてくれそうって思うじゃないですか。ここで、ね、大丈夫いいですかとかね、
どうですかって言ったら、なんか大丈夫こいつってなるので、ここで大丈夫ですやりましょうって、もうその時はあのコンサルタントとしてやらなければいけないのは、もうね、結果出なかったらもう返金するよっていうイメージですよ、うん、結果出なかったら返金するから大丈夫だから、まあ、言いませんよ、言いませんけど、それが気持ちで、うん、結果出なかったら返金 しますから、もう任せてくださいと、それでいいんです。結果なかったら返金すればいいんです、逆に言えば、うん、でもそれぐらいの気持ちで言わないと、あのお客さんはね、やっぱり心配ですから、ね、決して安い金額ではないので、あのやりましょう任せてくださいって言われれば、あ、じゃあやりますってね、なるわけですから、そこはね、勢いよく自信を持って必ずあの結果を出させてあげるんだっていう気持ちをね、あの自分で持っていれば必ずセールスできますから。だってあの悪い商品売ってるわけじゃないですからね、自分が本当にいいと思っている商品を売るわけですから、自然とね、こう気持ちも高ぶるし、決意のね、こう顔もねするはずなんです。だからそこはあの何回もやってれば慣れてくるし、そこは自信を持ってください。素晴らしい商品を自分は売っているんだと、お客様の悩みを解決してあげる、私たちは素晴らしいビジネスをしているんだというね、マインドが非常に大事になっていきます。今回はセールスについて学ぶということ、ノウハウとマインドをね、両方大事ですから、今回はノウハウとマインド、ね、両方とも大事な話をさせていただきました。この動画も非常に大事ですので、何回もね、できればあの見ていただいてマスターしていただきたいと思います。はい、それでは今回の動画は以上になります。ありがとうございました。